ょっとこういい感じに。ボール真ん中ってめっちゃダサくないですか？だいぶ使い込んでるし何の宣伝にもなんないですねやっぱこうちょっとサッカーやってますみたいな。サッカー感は確かに。ブエナーということで、ハドテクさんと対談をしたいなと思います、まあ、対談というかちょっと僕があの個人的にちょっと色々気になってハドテクって何者なんだっていうところをウィキペディアあるかなと思って調べたんですけど、ないんですよ。誰も作ってくれない僕もないです。作ってください、誰か二人とも作ってください多分俺ないよ、ないと思う、はい、なんで、ちょっと経歴から、はい、どうやってハドテク生まれたのかなっていうところをちょっと聞きたいなと思いました。はい、小学校から始めたんですか？小学校からその地元の少年団でサッカー始めて、はいはい、普通の少年団、普通の少年団、家の近くに、はいはいはい、で始めて、だからもう練習した記憶、その練習内容とかはもうよく、はいはい、ドリブルどんな練習してたんですかみたいな、はいはいはい、気になりますよね、マジで覚えてないもうただ本当に毎日サッカーして、あー、はいはいはい、で壁当てして、はいはいはい、で両足蹴れたらかっこいいなと思って右左蹴れるようにして、はいはいはい、で、もう、まあ、自然とドリブルが身についてで、そのドリブルが多分あの同時にフットサルも、はいはいはい、当時あの体育館でやるサロンサッカー、あー、はいはいはい、って言われるあのフットサルボールより小さい3号球ぐらいの重いやつで、はいはい、なんかその少年団の地元の小学校の体育館でやるっていうので、やってたから小4ぐらいかな、小4ぐらいからそれをやって で多分それがものすごく良くて、それですね、うん、でなんか小学生やって、はいはいはい、小学生終わったら大人がその後来て、あ、はいはい、でちょっとなんか上手い子が大人と一緒に蹴れる、あ、はいはいはい、そこで大人のなんか足裏とかの技見てで真似してみたいので多分足裏系結構使うようになって、あ、そういうルーツがあるんですね。そうだから特別練習したとかじゃなくて多分その小4小5小6で、はい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 、うん、それだわ、うん、そういうことっすね。え、その時はでも埼玉っすよね。埼玉の浦和、はい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 、うん、であれとか入ってたんですか、県選抜とか。いやそれが、まあ、市のトレセンは入ってたんですけど、まあね、人見知りで。マジですか？そう、人見知りで。やっぱもう振り返ってみれば、なんであんなに喋れないんだっていうぐらい。あ、そうなんだ。うん、やっぱだから、今の子供たちには、とにかく、ね、コミュニケーション取れないとダメだよ。はいはいはい、本当に、自分が苦労したから、トレセンの場所行っても、はいはい、もう仲間が出来上がって、あ、はいはい、で、自分はポツンとして、はいはい、まあでもとりあえず頑張って。はいはいはい、だけどあんまり。別に実力でねじ伏せるほどないし、ああ、はいはい、まあそんな感じで、へえ、チトレ止まり、はい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 、それじゃあ一緒ぐらいです、そこまで一緒ぐらいですでも僕も本当そうっすね、うん、あの何ドリブル練習したかなってあんま覚えてないし、うん、でも本当だからずっと毎日蹴ってたって感じですよね、うん、だそこにサロンフットが入ってて体育館でやれる環境があったっていう、うん、それ結構でかいっすね、うん、振り返ってみればやっぱあれがなかったらっそうっすよね、うん、どうなってたのかなって。やっぱそれね経験してると結構そつなくね、うん、触れるって全然違うんですよね、うん、そういうのがあったんですね。でそしてその中学校中学校行ってまたそれもなんか結局上手いやつはみんなセレクションでクラブ行くみたいな、ああ、はい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 、そうっすね。で、お前らどこ行くみたいな話してた時に、俺はあそこ行く、あそこ行く、決まってんすか、決まってて、え、じゃあ俺も行きたいんだけどって言ったら、いやもうセレクション終わってるんだ、でもなんかその地元の中学がまあなんか強いみたいな、ちょっと結果残してるって話も聞いてたから、はい、じゃあそのまま何中っすか、大矢場中、大矢場、大矢場、大矢場中、大矢場中、あ、知らない、浦和の、はいはいはい、
で、大矢場中がまあまあ強いって言って、じゃあそのまま行こうってなって、はい、大矢場中で、そこも普通にサッカーして、なんか指導者が良かったと思います。多分指導者がまあまあ熱くて、すごい厳しかったし、あ、そうなんですね。まあ練習内容はそれもあんま覚えてないんだけど、あ、でも多分ポゼッションやったかなっていう、でもそこで小学校フォワードやってたのが中学でトップ下で始めた。あ、はい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 。なんか結局自分の足が遅いことに気づき始めたんですよ中学、なんか周りの身体能力が上がって、はい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 。で、お前やっぱトップ下だみたいな感じになってで、トップ下の面白さに気づいて、はいはいはい。で、パスとかチラス系。あー、はいはい。身長大きかった？身長はずっと大きめでした。あ、そうなんだ。へー。で、そっから浦富さん、浦富ですよね、浦和東。 そこはどうやって大矢場中から入ったんですか？いや、もう本当に、じゃあどこ行こうかなってなった時に、まあいろんそれこそ東京の、はい、成立とか、はい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 、埼玉ですもんね、わしのみ、うん、わしのみやそうで、まあいろいろ考えて、でもサッカーやっぱ強いとこ行きたいな、はいはいはい。あとはじゃあどうしようかなって選んだ時に、じゃあ浦和東に一回練習の体験して、で、なんかもう一回呼ばれて、ああ、じゃあよかった。だけど、まあ、そこまで別に、じゃあお前絶対来いなんて声はかかんなかったし、ああ、はいはい、はい、まあでもなんか一応こう呼ばれると、はい、まあ、なんか有利みたいな、受験に有利みたいな、ああ、はいはいはい、なんかそんなのもあって、はいはい、じゃあもう浦東行くかと思って、まあ、ちょっと走るとは聞いてたけど、はい、まあそんな走るっていうレベルが自分の中では分かんなかった。あでもそれでまあ入部に至った時に、まあ、最初から走もうまず坊主で、そうですよね。で一発目からもう10キロ近い走りで、ああ、はい、本当にヤバいとこ来たな。ヤバいって聞きますよね。うん、浦富はめちゃくちゃ走るっていう。めちゃくちゃ走る。そこ出てたんですか？そこ、いやもう全然最初出れなくて、最初出れないというか、まあ、1年の時なんで、はいはいはい、もうそれこそ80人ぐらい最初行って、あ、そうで紅白戦やるよみたいな、はい、感じで、1年生だけでも多いし、はいはいはい、でクラブのやつらはみんな仲良くやってるし、はいはい、中大連はもうのけもの、はいはいはい、あ、これが中大連か、はいはい、まあでもそれでちょこちょこ頑張りながら。でも1年の中の A チームにも入れなくて、あ、そうなんですね。で、B で頑張ってて、はいはい、で、まあこう、学年上がるにつれて、まあ、2年でその浦和東のトップチームに、はい、一応入れたんですけど、あ、そうなんですね、はいはい。まあ、やっぱり自分の能力だと浦和東のサッカーできなくて、へぇ、とにかく足を遅い、はい、体力ない、ヘディングできない。ああ、はい。もう浦和東の。そうっすよね。蹴りますもんね。そう。まずそこが圧倒的に足りてない。でもその中でやったら技術はあるんですか？技術は、まあ、自信はあったんで。はいはい。うん、結構自信、うん。そう。頑張ってやってましたね。はいはいはい。でも、ね、技術だけじゃん。まあそうっすよね。自主練も結局その、はい、じゃあ苦手な部分をどう伸ばすかとかじゃなくて、はい、好きなことばっかりさ、ああ、はいはい、ちょっともう卒業してやっぱり努力の方向性が間違ってたんです。へえ。うん、そうなんですね。じゃ結構そこでも、まあ、挫折というか、うん、結構そういう苦い経験みたいな感じなんです。でも挫折っていうほど挫折もしてなくて、結局サッカー楽しかったから、あ、練習が嫌いだったり、はいはいはい、結局その自主練の時間だったり、やっぱサッカー好きだったから、だから挫折はないけど、まあでもやっぱこう出れない、自分の試合に出れないっていうところで、じゃどうすれば出れるかっていうところも深く考えてみたい。ああ、はいはい、ま
何が足りてないかは明確なんだけど、そこを練習するっていうのはやっぱりめちゃくちゃきつくて、はいはいはい、気づかしてくれる人もいないし、ああそうですね、そうですね、高校生難しいですよね、そこが。あ、そうだったって、なんかちょっと僕と似てるんですよね。あの小学校も僕少年団で、うん、中学校も中退連で、でそのまま修徳行ったんで、で修徳でもあんま出れなくて、うん、そこはやっぱ似てますね。なんか、うん、そういう人ってなんかこう残ってるんですよ、ちょっと結構。そうだから多分結局未練がある。あ、そうっすよね。うん、多分ちょっとそれ似てるなと思いました。技術の差はちょっとあの置いてみて。いや本当に。あ、そうなんですね。で、そこから高校卒業してどうしたんですか。あ、それでもうなんかじゃあいざ引退ってなった時に、はい、あ、もうサッカーやめるんだってなって、ああ、はいはいはい、まあなんか練習ないならないでいいんだけど、はい、マジでこれやることないの。あ、でたまたまその時にその浦和東のコーチから、はいはい、お前フットサルやってみない、感じで埼玉県で一番強いチームに一回紹介されて、あー、はい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 、でそれはインペリウム、いや、それが高西クラッシャーズっていうところで、へー、まあ、アルティスタ埼玉の前、あー、はい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 、あ、そうなんですね、はいはい、でまだ F リーグもない時、はいはいはい、だけど、その高西クラッシャーズお前やりたいなら、ちょっとそこ行こうみたいな言われたんだけど、ちょっとよくわかんなくて、そしたら同時に知り合いからインペリオの話もらって、はい、じゃあ知り合いいるとこ一回行ってみようか。それは高校卒業した時、いや、だから引退してすぐ、あ、引退してすぐ、だから一応高校生の時に、高校生、はいはい、でインペリオっていうチームに参加して、はい、あ、高校ではもう選手権とかも出てない、うん、選手権はもうスタンド、あ、スタンドですね、引退してインペリオ行ってるってことですね、うん、そうっすね、あそこでフットサル少しかじって、はいはい、かじるぐらいかじってもないから、ね、まあ、とりあえずそのなんか今思えばすごいメンバーと、はいはい、いろいろやって、え、その時誰いたんですか。トリ君がいたんですよね。そうトリさん、そう、フリーグ行った人は誰だろう、でもあと5、6人、あ、いたんですね、5、6人、庄司さん、そう、庄司さん、あ、もういたんですね。インペリオでやって、でもやっぱフットサルが本当に難しくて、はいはい、なんでそんなに合わせなきゃいけないんだって、もう18歳だし、はいはいはい、なんかもう言ってることがもうよくわかんない、セットとかもわかんないし、あ、はいはいはい、当たり前のようにもうバシバシみんなセットでやって、で、ゆうたろう寄せろ、いや寄せてますって、いやもっと寄せろ、いや寄せてます。寄せたら抜かれて、いやもうわけわかんない。最初ね、あの感覚はちょっと難しいかもしれないですね。だからもうその面白さがちょっとなんかわかんなくて。ああ、はいはいはい。で、なんか関東リーグ参入戦、はい、で、まあ負けちゃって、はい、埼玉上がれなくて、はい、でちょうどその時に多分 F リーグができるってなって、あ、で、みんななんか F リーグ移籍するしないってなって、はいはいはい、で、その流れで俺もちょっと適当だったんで、ふわっとやめちゃって、はいはいはい、あとはもうエンジョイで、だからずっとフットサルやったり、サッカーやったりして、大学とか行ってないですね。そう、専門学校は行ってたんですけど、あ、そうなんですか、専門学校行ったんですか。だけど、まあ、別にそこでサッカー、フットサルやるわけでもない、はい、それ、何のあれなんですか、何の専門学校ですか。ちょっとそれ気になりません。気になりますよね。建築設計家です。マジっすか。本当っすか。これレアな、まあ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 、まあ、それはね、はい、もう全然何にも活かさない。え、もう考えずにそこに。いや、まあなんか、まあ、やっぱ、いや、一応なんかその建築系、はい、家とか好きで興味あったから、はいはいはい、じゃあこれかみたいな、じゃあ行け、ちょっと自分のやっぱ人生を自分で決めすぎて、サポートがないまま、はいはいはい、サポートがないままって言ったらあれですけど、こう選択肢がやっぱ何があるのかよく分かんないまま、はいはいはい、クラブのセレクションもそうだし、はいはいはい、教えてくれる人がやっぱり周りにあんまりいなかった。そうっすよね。いや、いないっすよ、なかなか。
そうなんですね。でそこやりながら、まあ、ちょっとフットサルやったりエンジョイでやったりっていう感じだったんですね、うん、学生時代は。そうそうですね。ででもまあフラフラしながら、はい、で清掃会社で働くようになって、へえ、でもそれが夜勤だったんで、はい、まあ、サッカーやるにも友達と遊ぶにもなかなか時間的に厳しい。そうっすよね。ってなって、で転職するってなった時に、ここはすごい自分の中で転機で、まあ、好きなサッカーを仕事にするっていうのは絶対それ嫌だなって。加藤君って何だ、いろいろ気づき始めたのがすごい遅い、まあ、ちょっと F リーグの話もあったり気づいてますね。はいはい、向き合ったら楽しい、はいはい、親御さんのやっぱり声かけはものすごい必要だな。子供の頃に思った、なぜ俺は生まれた、なぜ俺は生きる、言われたことだけやってた。でも生きる世界が歪んで見えた。現状に満足できなかった俺は、なんでこのレベル、何のためにやってる、なんで諦める、何に迷ってる。周りが作った常識なんて覆す、支配されるな、己は己で支配しろ。不公平なんてスポーツ。